今回は山猿のやつがルナマリアとのデートでサイゼリアに行ったと聞いてに対するネット民の反応集です。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。しこたまその選択のダメダメさを指摘して説教してたら隊長が来たから、隊長もそう思いますよねって同意を求めたのよ。そしたらどうなったと思う？サイゼを舐めるんじゃない。だってまさか隊長がサイゼリアガチ勢だったなんて。メイリンあんた今笑ってたでしょ。咳してごまかしてもわかるのよ、そういうのは。サイゼガチ勢隊長なんかじわじわ来るな。ルナマリアに感想聞いてこいよ。剛速球で放たれるのロケ、アグネスはデッドボールして火傷する模様。サイゼリアのワインって結構美味しいのね。イカスミのスパゲッティで黒くなったシンの口元を紙ナプキンで拭くルナマリア。ドリンクバーで変な飲み物を作り出すシン。普通にメニュー番号で注文するキラ。やはりコスパ最強はミラノフードリアか。高級イタリアンのシェフが高評価してたよね。サイゼ単価は安く、高級イタリアンは庶民に。あ、コンセプトだからな。かなり偉大よ。クライン総裁は絶対行かないと思うわ。隊長の隣の席に。え、妥協してサイゼに行くのではありません。愛しているからサイゼに行くのです。ムーとマリューさんもサイゼのワイン普通に飲んでそうだしな。カガリに連れてこられたアスランもいそう。カガリはピザにタバスコをひこたまかけて食べそう。カガリ、いくらなんでもホットソースかけすぎじゃないか。いいんだ、これくらいかけた方がうまい。サイゼリアとかないわとか言ってたら気合いなら仕方ないね。トコンタスメンバーのパーティーインサイゼリアにハグられるアグネス。シンルナの距離感なら別に初デートがサイゼでもおかしくないしな。というかそうじゃない、2人でもお互い OK ならサイゼでもどこでも良いわけだし。きっとシンは昔家族と一緒にサイゼ行って、ドリアとかピザとかパスタとか家族で少しずつシェアしながら食べた思い出があるんだろうな。眉の方が大人びたもの食べていたんだろうな。多分。なんか泣けるからやめろ。どうなんだろう、10代学生のハノママネットと思えばありだと思うけれど、この人たち10代軍人だからな。でも毎回格式高いレストランなんて疲れちゃうよね。ムーマリユだってフラット入ってワイン飲んでそうだし。家族になったらなおさらサイゼ常連になるでしょう。うん、お出かけついでの食事なら全然ありだけど、わざわざディナーやランチデートで連れて行ったらドン引きされるのがサイゼってイメージ。昔のルナマリアは初デートにサイゼの男とかないでしょうって思ってたのに変えられちゃったんだね。結局のところ大好きな人や仲間と行くならどこでも楽しめるもんだぞアグネス。今後もアニメや声優さんに関する動画投稿を行っていきますので、興味がある方はぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。